愛変異とは、ランダムな突然変異を必要とせずに急速に変化する環境に対処するための生物学的な現象の一つである。愛変異では、細菌集団内の各々のサブ集団において、多くはオン・オフスイッチングによるタンパク質発現変動を伴う。そのため表現型は、古典的な突然変異率よりも、はるかに高い頻度で切り替わる可能性がある。愛変異は、 細胞集団に不均一性をもたらすため、例えば病原性細菌の生態を考える上で重要になる。以前は免疫回避の文脈で研究が進められてきたがが、病原性細菌以外の微生物でも藍変異が広く見られることから、サルモネラ氏を含む様々な種類の細菌の研究が進められている。サルモネラ属菌における藍変異では、 様々な種類のタンパク質フラジェリンを切り替え、その結果として異なる構造の弁貌が組み立てられる。適応応答が一つのタイプのフラジェリンに対してマウントされると、または以前の遭遇によって適応免疫システムが一つのタイプのフラジェリンを処理する準備ができた場合、タイプを切り替えると、それ前までは更新和性を示していた抗体や TCR、BCR は 弁毛に対して無効化されるこのメカニズムを利用して、サルモネラ菌は、宿主からの免疫応答により、集団が全滅することを回避している。サルモネラ属菌の他に、大腸菌や臨菌などで認められる。部位と異的組み換えは、通常短く、組み換え配列内の単一の標的部位で起こる。これが発生するためには、通常、一つまたは、複数の保因子と、 V 特異的リコンビナーゼが必要となる。組み替えにより遺伝子産物の構造に影響があるため遺伝子発現が変化する場合がある。これはプロモーターまたは調節エレメントの空間配置を変更することによって行われる。特定のリコンビナーゼを利用することにより特定の DNA 配列が反転し、その結果 このスイッチ内股はその隣にある遺伝子のオンからオフへのスイッチが生成される。多くの細菌種は感染中の細菌の利益のために特定の遺伝子の発現を変化させるために反転を利用することができる。反転イベントが大腸菌専門の発言のような一つの遺伝子の発言のトグルを含むことによって簡単にすることができ。 またはそれ以上のネズミチフス菌によるフラジェリーの複数種類の式で複数の遺伝子が関与することにより複雑である。大腸菌における I 型専毛による専毛の接着は感染の段階に応じて専毛の主要なサブユニットであるフィマの発現を調節するために V 特異的な反転を受ける。可逆要素には方向に応じてフィマの転写オン、または オフにするプロモーターが含まれています。反転は、二つのリコンビナーゼ、フィムとファイム、および、調節タンパク質 HNS、統合ホスト因子とロイシン応答タンパク質によって、媒介される。ファイムリコンビナーゼには、要素を反転し、式をオンからオフに切り替える機能がありますが、フィムは両方向の反転を仲介する。切除が正確で、DNA の元の配列が復元された場合、 可逆的なアイ変異は、定移によって媒介される可能性があります。定移によって媒介されるアイ変異は、特定の DNA 配列を標的とします。p アトランティカには、細胞が痛とをコードする EPS 遺伝子座が含まれており、この遺伝子座の ON、またはオフの発現は、IZ492 の有無によって制御されます。m o v と PIV によって、 高度化された二つのリコンビナーゼは、それぞれ EPS 遺伝子座の挿入要素イズ492の正確な切除と挿入を仲介します。イズ492が切除されると、円形の染色体外要素になり、EPS の発現が回復します。V 特異的 DNA 再配列の別のより複雑な例は、サルマネラタイフィミリアムの弁網で使用されます。通常の段階では、 プロモーター配列は H1 弁網遺伝子のリプレッサーとともに H2 弁網遺伝子の発現を促進します。このプロモーター配列が品遺伝子によって反転されると H2 と同様にリプレッサーがオフになり H1 が発現します。サルモネラには O 抗原と H 抗原があり H 抗原には1小と2小という異なった構造と性質を持つ抗原症がある。 この2章の間を H 抗原は変異する。サルモネラに感染した宿主が H1 抗原に対する抗体を作り始めると、今度は第2章の弁網を作り始める。これにより宿主の免疫防炎システムから逃れようとする。培地上においては第2章の弁網を作ったサルモネラが増殖した媒置へ抗 H2 抗原の抗体を注入して、 増殖させると、再び H1 抗原を発現した鞭毛を持つサルモネラ菌が増殖する。ありがとうございます。